今日このセッションのテーマは We are discovering today ということで最後に皆さんと宇宙の話をしたいと思いますで僕は今小型衛星を使った新宇宙探査というものをしていますでこの小型衛星というのは人より小さいサイズ中には手のひらサイズのものもありますで性能という面では大型衛星には劣るんですけれども 低コストトかつ短期間でで開発できるといいうメリットを持っています。でまた、新宇宙っていうのは、深い宇宙と書いて、新宇宙と言います。でこれ、定義は人によってまちまちなんですけれども、僕たち小型衛星界隈では、地球の周辺から離れた外のことを新宇宙って言ってます。なので、この定義に沿うと、月っていうのは新宇宙になります。で僕は今、この小型衛星が宇宙空間で自由に動き回るためのエンジンの研究をしています。 でこれがそのエンジンの写真の一部になりますで。左側が燃料を流したり止めたりするための蛇口のようなパーツ。であすみません右側が蛇口のようなパーツで。左側が燃料を宇宙空間に吐き出すためのパーツになりますで。見てわかる通り、非常に小さなパーツでこの小型エンジンというのは構成されていますで。小型特有ゆえに特有の物理現象も多くあって研究として面白い反面、 開発とししての難しさもありますで僕が宇宙工学やりたいって初めて認識したのは中学生の時、えー、将来的に何をやりたいか書きなさいっていうプリントが配られた時でしたでこの時初めて中学生なりに僕は将来何をやりたいんだろうなってちょっと真面目に考えましたでその時パッて思い浮かんできたのが宇宙工学でした これ多分 UFO とか宇宙人とか大好きなそう,いうオカルトの話が大好きな僕の父親の影響もあったと思います。で、その時は宇宙工学で具体的にこういうことをしたいなっていうようなことは思ってなくて、なんとなく宇宙工学って楽しそうだなぐらいな、そういう気持ちでした。で、中学、高校で恩師に出会って、東大に導かれ、航空宇宙工学科に進学しました。 学部時代は僕、フットサルばっかりしてたんですけれども、4年生の時に今いる研究室に配属され、素晴らしい研究者、学生に出会い、小型衛星による真宇宙探査に魅了されました。大学院に進んだ修士1年生の時東大と JAXA が共同開発したプロキオンと呼ばれる小型衛星の開発、運用に携わりました。この写真 宇宙にに行く直前ののプロキオンの写真になりますこのプロキオン、世界初の超小型新宇宙探査機として、50センチ四方というすごく小さな体で、地球からはるか遠くにある小惑星を目指して、宇宙を旅しましたえ。皆さんにとって身近な衛星っていうと、気象衛星のひまわりっていうものがあります。で、このひまわり、最大で大きさ約8メートルになります。 この5 0センチ小というのがいかに小さいかが分かるかと思いますこの写真プロキオンが一度新宇宙から地球に近づいてくるときにプロキオンから地球を撮影した写真になります最初は距離が遠くて地球も小さく写っていたんですけれども右方向に行くにつれてだんだんプロキオンと地球が近くなってくるにつれて撮影される地球の映像も大きくなっていきましたこの写真を見て ああ僕たちの,作った,もの作ったプロキオンが実際に宇宙を飛んでいるんだなっていうのを改めて実感することができましたエンジントラブル等があって全てのミッションを成功させることはできなかったんですけれども小型衛星による新宇宙探査という新たな世界を切り開きましたで今現在はまた別のエクレウスという小さな新宇宙探査機の開発に関わっています このエクレウス、プロキオンよりもさらに小さくて、大きさは 10cm×20cm×30cm、重さにして約 14kg、一人一人で簡単に持ち上げられてしまうような、そんなすごく小さな衛星です。で、このエクレウス、2年後の2019年に NASA が開発する新型のロケット、SLS というロケットで宇宙に打ち上げられ、地球と月の間にあるラグランジュ点と呼ばれるポイントを目指して、 宇宙を旅しますでこのラグランジュ点っていうのはざっくり言うと地球と月の間にあるすごく安定した場所ですでこの場所は将来的に宇宙基地の建設場所や宇宙旅行のターミナルとして、えー、期待が高まっているそんな場所ですで僕は今このエクレースに搭載する水を燃料とした小型エンジン水エンジンの開発に関わっています 実際にこのエクレウスの中に約1リットルの水が積まれていてそれを燃料としてラグランジュ点、真宇宙に飛び立っていきますこんな感じで僕は今小型衛星だったり小型エンジンの研究開発に関わっていますはたから見たら宇宙って何か夢があってわくわくしたことやってるなって思うかもしれませんで僕も最初はそんな軽い気持ち特に具体的な思いはなくて軽い気持ちでこの世界に足を踏み入れました で大学の航空宇宙学科に行くと僕よりももっと宇宙が好きな人もっと宇宙に詳しい人がたくさんいてでそういう人と宇宙の話をして実際に衛星開発をしたりして今本当に毎日が楽しいですでもその反面暗い現実っていうのもあります皆さんこの30%っていう数字何だと思いますかこれ東大で航空宇宙工学を学んだ学生のうち 航空宇宙っていうすごく楽しそうなことをやってるのに実はそのまま航空宇宙業界に進む人ってそんなに多くありませんでもちろん航空宇宙業界より他の業界にもそれぞれ魅力価値があるのでみんながみんな航空宇宙業界に行く必要もないと思いますしまあそんなことはありえないと思ってますでただ航空宇宙よりももっと面白いこともっとやりたいことがあるっていう 自分の強い意志を持って自分の道を決めているそんな人はあんまり多くないです。これって何でだと思いますか宇宙って夢にあふれててワクワクした世界ってそういうイメージですよね。でも夢にあふれてるって裏を返せばそれが将来的に実現できるかどうか確定的じゃないつまり将来的に不安定っぽく見えるそんな世界なんです。 でそんな不安定そうな世界を見て見えないはずの将来のリスクにビビって自分のやりたいことを諦めて一見安定そうに見えるすぐそこにある規定世界に進んでしまいますそういう人が多いですでこの規定世界っていうのはすでに点と点があってそれが線で結ばれていてでなんとなく大きな道筋が見えているそんな世界ですでこのちちょっと頭にい人たちは この道筋の上で少しだけ変わったことをして自分なんかすごいことしたって満足しちゃってますなんかよくわかんないけど有名な会社に行こうとかいう人がまさに典型例ですでそういう人たちはこの規定世界っていうのを安定してるって考えてますでもそれって間違ってて規定世界は決して安定じゃなくてむしろ宇宙業界みたいな先の見えない未定世界と 同じぐらいの不安定性を持ってますで既にある道筋に乗れば誰でも歩けるような規定世界っていうのは競争相手がすごくいてその中で自分こう出していくのはかなり大変ですでしかもすでにある点と線道筋をもとにしてるのでもしそれがなくなった時に自分がどうしていいか分かんなくなってしまいますそういう不安定性を規定世界っていうのは持ってます 一方で宇宙みたいな先の見えない未定世界っていうのは一部の点だけが見えていてそれがまだ線でつながっていないそんな世界ですでこんな世界で自分のやりたいことをやりきっていけばだんだん点が増えていきますでそれをさらに続けていけばこの点が線で結ばれていきますここで重要なのがこの皆さんが思っている以上にこの線っていうのは勝手につながっていくっていうことです どういうことかというと僕今日今この安田コードで喋っている姿ちょっと前まで全く想像していませんでしたしここで喋るために何か頑張ろうなんてことは一切していません僕はただ博士課程に進んで研究をしてそれを学会発表したり衛星開発として新宇宙探査をしたり僕がやっていること宇宙利用のことをもっと他の人にも知ってもらおうと思って YouTube で学会を生配信したり この小型エンジンの技術を宇宙利用の拡大の手段の一つとして事業化しようとしたり自分がやりたいって思ったことをやっていったらたまたま縁もあって今この場で喋っています見る人によっては博士課程に進んで研究したり衛星開発したりエリートだなとか事業化しようとするなんてチャレンジャーだなとかって思うかもしれませんでも僕は決してエリートでもチャレンジャーでもなくてただ純粋に自分のやりたいこと 好奇心を追い求めただけのの普通の学生です挑戦しようなんて仰々しいことを意識したことは一回もありませんただ純粋にその瞬間瞬間に自分のやりたいことをやっている普通の学生です今見えている既定世界もまだ見えない未定世界も同じぐらいの不安定性を持っていますそんな不安定性があるんだったら もっと肩の力抜いてやりたいことをただやったほうが良くないですかでやりたいことやってたら点と点が増えていってそれが線で勝手につながっていきますでそれ続けていけばあこの点とこの点もつながりそうだなアンビアの方がだんだん見えてくるようになりますでそうなったらもうこっちのもんでそれを繰り返していけば気づいた時には新しい世界が形成されていて自分もその世界に飛び込んでいます 今僕も今日この場で喋っていろんな人の知識考え方に触れて次の点に線がつながる予感しかしていません今後宇宙開発間違いなく発展していきます何百何千という小型衛星が地球の周りを飛び回っているそんな世界がもうすぐそこまで来ていますエクレウスの新宇宙探査結果をもとにして ララグラン寿天地球と月の間にある安定した場所に宇宙基地が建設される日が来るかもしれません土星の周りを回っている星にエンセラドスという星がありますこのエンセラドスの表面からは大量の水蒸気が噴き出ていることが分かっています今僕が開発している水エンジンがこのエンセラドスの水を燃料としてさらに遠くの宇宙へ旅する日が来るかもしれません B っていう地球に非常によく似た星も見つかっています。いつかこの星に人類がたどり着く日が来るかもしれません。衛星、エンジン、未知なる星、そういう点を線でつないでいって、いろんな人と新しい世界を想像し,想像していきたいと思っています。ありがとうございました